フレデリック、フレデリックは、アメリカ合衆国メリーランド州中西部の市である。メリーランド州内の軍では、面積最大である、フレデリック軍の軍庁所在地である。フレデリック市は、ワシントン・ボルティモア、北バージニア複合統計地域の一部である、ワシントン・アーリントン・アレクサンドリア統計上都市圏、デラウェア州、バージニア州、メリーランド州、ウェストバージニア州にまたがるの外側にある。 2010年の国勢調査では、市の人口は65,239人であり、メリーランド州では、ボルティモアに次いで2番目に、大きな都となっている。フレデリックには主に一般航空輸送に供する、フレデリック市営空港があり、他に、軍内最大の雇用種である、アメリカ陸軍の医療、細菌船研究施設フォートデトリックがある。また、 軍内では2番目の雇用種であり、国内では最大級のソーラーパネル製造者 BP ソーラーもある。フレデリックタウンは1745年にダニエル・デュラニー、土地統機家が都市計画を作り、ドイツのラインラント・パラティネート出身の若い改革派学校長、ヨハン・トマス・シュライ、179年没に導かれたドイツ人移民集団が入植した。シュライは、 妻のマリア・ウィンツと共にメリーランド植民地にやってきていた。彼らが建てた町で最初の家屋は20世紀に入ってもミドルアレーとイーストパトリック通りの北西角に建っていた。開拓地はキャロルクリークの岸にダニエル・デュラニーが承認した土地上に建設された。それから3年のうちにこの開拓地はフレデリック軍の軍長所在地になった。 フレデリックの町の名前が何にちなんで名付けられたものかは明らかでないが、第6代ボルティモア男爵フレデリック・カルバート、プリンス・オブ・ウェールズのフレデリック・ルイス、及びプロイセン大王フレデリックが可能性の高い者たちである。歴史資料の多くはフレデリック・カルバートを支持している。開拓者集団の指導者として、主来の最初の任務は、ドイツ改革派協会、今日では、 福音主義改革派協会、キリスト合同協会と呼ばれるを設立することであり、また普遍的な公共教育を講演するドイツ改革派協会の伝統を保つために即座にその建物を公立学校として機能させることだった。18世紀遅くには多くのペンシルベニアダッチ、ペンシルベニア植民地に入ったオランダ人移民が西方への移住の途中でフレデリックに入ってきた。 フレデリックはグレートバレー、シェナンド渓谷などを抜けて、西はノースカロライナのピードモント大地に至るドイツ人移住ルートの位置停止点だった。フレデリック氏は植民地時代から主要な交差点として機能した。フレンチ・インディアン戦争の時、イギリス軍のエドワード・ブラドック将軍はフレデリックを通って西に向かい、流刑の取りで近くで運命の待ち伏せにあった。 アメリカ独立戦争の時、この交差点を支配するために、イギリス軍はこの町に、ヘシアン、ドイツ人、傭兵一個連隊を駐屯させた、その兵舎が今でもっている。シュライ家は、アメリカ独立戦争の時の活動家であり、ある祖先は1714年のパルマの戦いで、高いくらいを持っていたというドイツでも、軍人一家だった。ヨハントマス・シュライの息子の一人。 ジョージ・ジェイコブ・シュライ大佐は、大陸軍のメリーランド部隊で仕えた。戦後、ヘシアン連隊の兵士たちは故国に戻る術もなく、街に泊まって、地元の者と結婚し、ドイツ人としての一体性を強めた。後に、トーマス・ジェファーソン大統領がボルティモアから、ミズーリ州セントルイスに至る、カンバーランド道路建設を発注したき、その、ナショナルパイクは、 フレデリック氏のパトリック通りに沿って走った。フレデリックは当初から重要な市場の町に成長したが、19世紀初めの3分の1の間、金、銅、石灰石、大理石、鉄などの鉱物を生産して、アメリカが市中国でも有数の工業地帯にもなった。アメリカ独立戦争の時はすでにサーモントの町近くにあるカトクティンファーネスは、 製鉄業の重要な場所となっていた。アイルランドのジャガイモ基金から逃げてきた最初のアイルランド移民の波は1846年にフレデリック氏に入り、シュライケの指導的メンバーがアイルランドからのウィルソン家の者と結婚した。その結果として、シュライケの多くの者がカトリックに改修し、フレデリック氏の住人はそれまでドイツ語を喋っていた者を、 この頃初めて英語を話すようになった。19世紀を通じてフレデリックはその宗教的多様さで知られており、その大通りの一つ、チャーチ通りには6棟もの主要な教会が並んだ。カトリックの主要な教会であるセントジョン教会は1800年に建設され、1837年にチャーチ通りの北、1ブロック、東2番街、通り向かいに再建され、 現在もその場所に立っている。これらの教会がアパラチア山脈の最も近い尾根であるカトクティン山を背景に街を見下ろしている。奴隷制廃止運動家の詩人、ジョン・グリーンリーフ・ホイッティアはフレデリックのこの景色、バーバラ・フリッチーへのその詩に読んだ。フレデリックの群がる戦闘はメリーランドの丘に緑の壁を背にして立つ。フレデリック氏が主要な交差点であるという位置づけの ために、南北戦争のメリーランド方面作戦ではこの街が中心になった。この間、北軍も南軍も街を通過した。1862年9月、南軍のストーンウォール、ジャクソン将軍はその警譜表示団を率いて、フレデリック氏を通過し、サウス山の戦いやアンティータムの戦いへ導いた。この時、ペンシルベニアダッチの住人バーバラ・フリッチーが、 ジョン・グリーン・リーフ・ホイッティアによる死に歌われることになる事件があった。北軍のジェシー・リー・リノ将軍の第9軍団は、ジャクソン軍より数日遅れてこの町を通って、サウス山の戦いに向かい、そこでリノは戦死した。シュライ家はおそらく、ドイツでの血筋から軍国的愛国主義の心情が、厚かった。南北戦争の間、エドワード・シュライ大佐、1857年没の、 いとこであるヘンリー・シュライ・少佐は72歳で北軍のルー・ウォーレス将軍の副官を務めた。ウォーレスはウィリアム・シャーマンやドン・カルロス・ビューエル各将軍と共に1862年のシャイローの戦いでユリシーズ・グラント将軍重要な副官の一人だった。ウォーレス将軍はまた1864年のモノカシーの戦いでは 南軍のジュバル・アーリー将軍の部隊とフレデリック、郊外で戦った。ヘンリー・シュライ・少佐の息子、フェアファックス・シュライ博士は、戦後に著名な市民指導者となり、フレデリック軍農業協会やグレート、フレデリック・フェアを設定する主将者になった。そのいとこ、ウィンフィールド・スコット・シュライ提督は1860年から、米政戦争までアメリカ海軍に在籍し、1898年の、 サンティアゴワンの戦いでは、スペイン艦隊に勝利したアメリカ艦隊を率いた。ジルマー・シュライは1919 19年から1922年まで、フレデリック市長を務め、シュライ家は20世紀後半まで、市の指導的家系の一つであり続けた。マーガレット・シュライの息子、ナサニエル・ウィルソン・シュライは農夫及び、機械公市民国定銀行の著名な銀行家だった。その妻、 メアリー・マーガレット・シュライは、アメリカ独立戦争娘たち会員、庭園協会の長年の指導者とフレデリック軍、農業協会の就寝会員、州内では二大農業祭の一つである、毎年開催のグレート、フレデリック・フェアで講演者と組織者、もう一つの祭りは、テモニウムで、毎年開催される、ステート・フェアだった。その息子であるドナルド・ジルマー・シュライは、ジョン・ティー・ベスト、ゴードン・スミス、 フランクストーファー、エモンズ・シー・サナーなど、フレデリック軍農業協会の他の理事会メンバーと共に活動し、1960年代後半に当時衰退しつつあったフェアの夜の催しを、ニューヨークのステージショーや、ボルシチベルトのコメディアン工業から、カントリーウエスタンの工業に変えていった。彼らはまず、バーバラ・マンドレルとルイーズ・マンドレル姉妹のようなスターを連れてきて、後には、リーバ・マッキンタや、 リーグリーンウッド、リアン・ライムス、ロレッタリン、ソーヤー・ブラウン、トビー・キース、ケニー・チェスニー、ランディ・トラビス、ジョージ・ジョーンズなど多くの著名なカントリーウエスタンのスターを毎年9月の祭りの連れてきて、この祭りを毎年の主要カントリーウエスタンの祭典の場所にしていった。シュライ・アベニューは、市が継承してきたシュライ家の役割を記念するものである。 フレデリックには1740年代からすでにユダヤ人が住んでおり草分けとしてはヘンリー・ラザルスやリー・バイ・後半が商人としてここに入った主にドイツ系ユダヤ人移民で構成される組織化されたユダヤ人社会が19世紀半ばに形を取り始め1858年にはフレデリック・ヘブライ・コングリゲーションが組織化されたが1919年には 古い移民とそれよりは後に到着した東、ヨーロッパ系ユダヤ人との協調のために、別称ロムという名前で再編された。もう一つ、コルアミオブ・フレデリックと呼ばれる、新都団が2003年に結成された。1905年、E.B. ハッチャー牧師がフレデリックでは、初めてのバプティスト教会を始めた。1921年、ウェスト・オールセイント170番に、 最初のアフリカ系アメリカ人高校が設立された。後にマディソン通り250番に移転し、最終的にサウスフレデリックエリメンタリーとなった。この建物は今も残っており、リンカーン小学校が入っている。フレデリック市の内外にはいくつかの南北戦争史跡がある。現在のサウス通りとマーケット通りの交差点、当時は列車走車場だった場所で、 エイブラハム・リンカーン大統領が内戦演説を行った。この演説を記念する名盤が置かれている。現在のバタフライレインにあるプロスペクトホール邸宅は、1863年6月28日の早朝、リンカーン大統領からの伝令が到着し、その前の5月に、ジョセフ・フッカー将軍がチャンセラーズビルで被った3時に、大使、ジョージ・ミード将軍を、フッカーの代わりに、 ポトマック軍の指揮官に据えるということをミードに伝えた。ゲティスバーグの戦い前の数週間、プロスペクトホールに宿営していたポトマック軍はここから出発して、いくつかの大きな海戦を戦った。南北戦争国立博物館が中心街にある。アメリカ国道四十五線ウカイロの真西、かつバーキッツビル西には、サウス山の戦いで起こった三つの戦闘、すなわちクランプトンギャップ。 1862年9月14日、フォックス・ギャップ及びターナー・ギャップの戦闘が行われた場所であり、ストーンウォール・ジャクソンとオーカーの指揮する南軍が北軍のカンバーランド渓谷への侵入を阻止しようとて失敗したところである。バーキッツビル・マニシのクランプトン・ギャップにあるゲースランド州立公園には戦争特配の記念碑が見られる。戦死したジェシー・リノ将軍の記念碑が アメリカ国道4十号線迂回路の南側、ミドルタウンの西、フォックスギャップの頂上すぐ下にある。フレデリック氏の南西21マイルには、歴史あるハーパーズフェリーがあり、シェナンドー側とポトマック側の合流点を、平原している。ここには、連邦軍の重要な武器庫があった。1859年、カンザス州から来た、奴隷制度廃止運動家。 ジョン・ブラウンが武器庫を占領したが、ロバート・イーリーが指揮する連邦軍に包囲され、捕獲されて終わった。1862年9月17日、南軍のエピーヒル将軍は、ハーパーズ・フェリーの武器庫を襲い、その部隊に再装備させた。その日の午後1時に一人の騎兵が到着して、シャープスバーグにいる。 リー軍が大変な状況にあることを告げ、ヒルは、配下の六千名に隊列を組ませ、日頃の倍の速さで行軍させて、アンティータムのリーの救援に向かった。ヒルの師団は、ハーパーズフェリーから戦場までの十七マイルを、ちょうど三時間で走破させ、この間に熱中症と日射病のために、勢力の三分の二を失いなら、毎一発で北軍のバーンサイド隊を追い返すために、間に合った。 バーンサイド隊は、アンティータムクリークに架かる、バーンサイド橋をまさに渡ろうとしていた。ハーパーズフェリー近傍では収集家が、南北戦争の遺物を今でも発見することがあり、特に、ポトマック川のメリーランド州側にある、メリーランド高地で見つけられている。モノカシーの戦場跡は、地域のすぐ外にあり、アンティータムとゲティスバーグは、それぞれ、約35マイル西と北にある。 伝説によれば、南軍指揮官、ストーンウォール・ジャクソンとその部隊が1862年にフレデリック市中心部を行軍した時に、これを無視して、正常期を振ったというバーバラ・フリッチーの家は、モーツの重要な歴史史跡になっている。この伝説は一般に作り物とされているが、南北戦争の間は広く信じられており、 ジョン・グリーン・リーフ・ホイッティアーの1864年の詩にも読まれ、その詩がその後何十年間も人気を保った。バーバラ・フリッチーはその存在だけでメリーランド州の歴史では重要人物であり、フレデリック氏のマウント・オリベット・墓地ではトマス・ジョンソン知事やアメリカ合衆国国家の作詞家、フランシス・スコット・キーの隣に埋葬されている。 フレデリック氏のその他著名人としては、連合契約下の連合会議で、初代議長となったジョン・ハンソンや、南北戦争前夜に、ドレッド・スコット判決を出して、議論を呼んだ、合衆国最高裁判所主席班、ロジャー・トーニーがいる。市内では、トーニー・アベニューが彼を記念するものである。フレデリック氏のマウント・オリベット墓地には、アメリカ合衆国国家、 星のきらめく旗の作詞家フランシス・コット・キーが眠っている。オール・セイント教会墓地にはメリーランド州知事を2期務めたトマス・シム・リー、1745年から1819年が埋葬されている。リーはメリーランド州が州となるために影響力を及ぼし、1781年にアメリカ合衆国の形成を完成させるときに重要な役割を果たした。 フレデリック氏で最後の家屋と考えられるものは、シッファーシュタットであり、ドイツ人移民、ヨセフ・ブルンナーによって1756年に建設された。現在では、シッファーシュタット建築博物館となっている。1814年、巧妙な眼界、ジョン・タイラー博士が、フレデリック氏、西チャーチ通り112番に、有名なタイラー・スパイト・ハウス、スパイトは、 嫌がらせの意味を建設し、地域がリコード通りを越えて、南のタイラーの土地を抜け、西パトリック通りまで広がるのを妨げることで、フレデリック氏に嫌がらせをした。タイラー・スパイトハウスは現在、デザインメソッドグループの事務所になっている。フレデリック氏は、メリーランド州西部のフレデリック郡内に位置する。植民地時代以来主要な交差点として機能してきた。今日では、 週間高速道路7 5号線と270号線、アメリカ国道3 4 5号線、40号線と、その迂回路、および15号線が交わるところである。近くの都市との位置関係では、ワシントン DC から北西48マイル、ボルティモアから西に49マイル、ヘイガーズタウンの南東24マイル、ペンシルベニア州ハリスバーグからは南西に71マイルとなっている。 地球座標ではに位置する。アメリカ合衆国国勢調査局による2004年の報告では、地域全面積は20.4平方マイル。このうち陸地がほとんどを占め、水域としては市内を投入する。モノカシー川、キャロルクリーク、市内を流れ、1972年夏のように、時として洪水を起こす及び中心街にある、小さな人造湖カラー湖があるだけである。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。基礎データ。人種別人口構成、年齢別人口構成、世帯と家族、体世帯数。収入と家計。2011年現在の市執行部すなわち、フレデリック市長はランディマクリメントである。フレデリック市は6人の議員による。市議会、議員の1人は市長があり。 立法府として機能している。選挙は4年ごとに行われる。現在の議員は2009年11月3日に選出された。フレデリック氏はその歴史ある中心街の建物で群生する戦闘のスカイラインが有名である。これらの戦闘は、首相やその他多くの死に関連する旅行や紋章にも描かれている。フレデリック氏にはコミュニティブリッジ、 と呼ばれる壁画で覆われた橋が一つある。画家ウィリアム・コクランはその絵のリアリズムで賞賛されてきた。数多くの人々が橋の石材中に表現される、社会を表すアイデアを送った。フレデリック氏の人々から、この橋は、壁画、絵のある橋あるいはもっと普通には、壁画の橋と呼ばれるようにな。ザ・フレデリック芸術協議会は、フレデリック軍で認められた芸術組織である。 この組織は芸術を促進し、支援し、提唱することに関わり、市内の繁栄する社会となっている。フレデリック中心街には十箇カ所を超える画廊があり、三つの劇場が互いに五十フィート以内の距離に接してある文化芸術センター、ワインバーグ芸術センター、メリーランドアンサンブルシアター。フレデリック市では、メリーランドシェイクスピアフェスティバルが開催される。 2007年8月、フレデリック氏の通りは、フレデリックへの鍵と題される大きな公的芸術企画の一部として、人間大のガラス繊維でできた鍵30個で飾られた。2007年10月、芸術家、ウィリアム・コクランは、夢と題する大規模なガラス作品を創出した。この作品は、フレデリック氏中心街にあるフランシス・スコット・キーのアパート当面にある。 フレデリック氏には、プロの劇団会社メリーランドアンサンブルシアターがあり、フランシス・スコット・ギー・ホテルの低層階を占めている。この劇団は1997年に初公演を行ったが、作劇集団としては1993年4月に、コメディピックスの寸劇を公演した。また、市のオーケストラ、フレデリック・シンフォニー・オーケストラがあり、 古典的名作から構成されるコンサートを年5回開催している。その他の音楽組織としては、フレデリック合唱隊、フレデリック合唱芸術協会、フレデリック地域青年オーケストラ及び、フレデリックシンフォニックバンドがある。フレデリック市には、フレデリック子供合唱隊があり、1985年以来、合唱の若者を育ててきた。 これは5歳から18歳までの隊員約150名で構成される後西部の合唱隊である。毎週日曜日の正午から30分間、カリオンのリサイタルがジョセフ・リル・ベーカー・カリオンで開催されている。カリオンはベーカー公園のどこでも聞くことができ、市民カリオン奏者がこの時間には開いている塔の中で演奏しているのを見ることができる。 フレデリッククラシカルバレエ学校があり、メリーランド地域バレエのための公式学校である。市内には約30のダンススタジオがある。毎年開催されるダンスフェストの催しに、これらスタジオから出演する機会が得られる。フレデリック市には、フレデリック軍平和資源、センター、ウィミング・イン・ブラックの師お及びフレデリック進歩行動連盟すなわちフレド・パック、 のようないくつかの進歩的組織がある。フレデリック氏は、メリーランド公共テレビ系列局、WFPT62 が免許を得ている。市内には、WFMD-930AM、ニュース、トーク、スポーツ、w a f 九 a 9 9 9 f m カントリーミュージック及び、WAFI-103.1FM、成人向け時事のラジオ局がある。 フレデリック市では、フレデリックニュースポスト紙が発行されている。フレデリック軍公共教育委員会が、地域公立学校を運営している。フレデリック市内の高校、その他の公立学校、成人教育職業技術センター、ヘザーリッジ学校、アウトドア学校、ロッククリーク学校及び、地球宇宙科学研究所。1896年から1961年まで、 フレデリック市には都市間路面電車であるヘイガーズタウンフレデリック鉄道が走っており、アメリカ合衆国の中でこの種の運行システムとしては最後までるものになった。最近市内にはマーク通勤鉄道が運行し、1日に数本の列車をワシントン DC まで走らせている。シャディグラブメトロレール駅まで運行する急行バスルート1や1連のバス便が、 フレデリック・ランジットサービスによって運行されている。フレデリック市にはフレデリック市営空港があり、1マイル滑走路と3600フィートの第2滑走路がある。ワシントンに近いことと小型二発ジェット機を扱えることのために航空機所有者と操縦者の協会の本部となっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。